あ、ワンパン、ワンパンです、ワンパンです。待ってろ、今助ける、この白塗りド変態野郎が。オッケー。俺だからライトで許してるけど、普通だったらもう現行犯逮捕だからね。おはげが来てる。敵な気がしない。親近感、親近感。あはやっぱ敵、やっぱ敵や。そりゃそうだわ。おいおい、どっちが真のハゲか勝負しようじゃねえか。いやー来てるー。いやー、見るコーチさん。ハッチどこ。あったあったあった。アイアムおハゲ。いや俺気づいたんだよ、最初の挨拶初見さんにとってハードルが高い。もう真面目にやろう、普通の挨拶にしよう。おふざけー。どうも、ちょっと、どうも、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。うわ、甘酒みたいになっちゃった。こんにちは。はい、どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況していきたいと思います。はい、150円、みんなでリペア回収。来た来た、行列でができた、行列ができてる。ミシュラン店みたいになってる。ミシュラン店、ミシュランキラー、ミシュランキラー、キラー。やばいやばい、行きまーす、先に離れまーす。もう行列並ぶのやめよう。なんならもうミシュラン店に俺が並ぶんじゃなくて、ミシュラン店が来い、俺んとこ来い。竹取り開始。キラーはレイス君でしたね。来ないかな。はい、ということで今回は新サバイバー木村ゆいちゃんでやっていきましょう。前回ね、あの仲間を守るパークで紹介したんですけど、今回ちょっとねライトも持ってきて、もうさらにアグレッシブな立ち回りをしていきたいと思います。もう多分ね、今回すごくプレイが激しくなると思うので。アイナム先月これでね、あ、今回もあのパークの説明はしますのでね、内なる力を使っていきましょう。今回ね、かなりアグレッシブな立ち回りになると思うので、多分見てるリスナーさんがあの勘違いするかもしんない。あれあれ、どっちがキラーだっけ、あれあれ、どっちがキラーだって、ココさんがキラー、あれってなる可能性がある。ということで助けまーす。なんでだよ、なんでだよ。なんでだ、いや俺が先に並ぶ、俺がミシュラン店先に来た。俺が、おい、なんでキラー殴るかね、おキラーを殴っちゃダメでしょうかつって。俺キラーなっちゃった。はい、竹取り開始。こんな感じにあのね、今回持ってきたパーク、突破パークというのがあるんですけども、近くにいるとね味方を救助しやすくなるパークです。後ほど解説しましょう。さあ、ここ使っていく。さあ来い、タイミングずらす、離れます。まずフックからね離れて竹取りをしましょう。こうすることによって救助できたね。 OK、 いけないな。でトーテムを壊すと、ちょっと確認して大丈夫そう。はい、トーテム壊していきます。やられた。でパークの説明をしていきましょう。まず一つ目が、9時の方向、内なる力ですね。今トーテム破壊してるんですけど、アイナム先月、こんな感じにトーテムを壊すとパーク発動することができます。負傷状態でロッカー内に8秒間隠れると、回復すると。アグレッシブ。まあ、俺の場合パーク、まあ、レベル1なので10秒間隠れると回復しますね。で12時の方向がデッドハード、負傷状態の時に発動することができます。で走っている時にアビリティ発動ボタンを押すと発動し、その発動中ねダメージを一瞬だけ回避してくれると。キャラクターに40秒間の疲労を発生させますね。俺の場合レベル1なので60秒間疲労が発生します。で次3時の方向が、アシュレ中二病児さんの固有パークですね。英雄の奮起、味方の代わりに殺人鬼の攻撃を3回受けるとパークが発動します。でパーク発動中ね、攻撃を受けても負傷状態からねダウン状態に一発こう耐えてくれるってやつですね。ただしまあ完全回復すると殺人鬼から16メートル以上離れている時に自分のオーラが分かってしまうと。はい、150円。
発電機は残り4つで、最後のパーク6時の方向が木村ゆいちゃんの固有パークですね。突破パーク、運ばれてる生存者の6メートル以内にいると迅速の効果が発動します。移動速度が 7% 上昇します。で、運ばれてる生存者のもがく速度が 20% 上昇すると。なので、まあキラー、運ばれてる、サバイバー、まあキラーの近くにいると、まあ補助的な役割をしてね、こうもがく速度が上がるので救出しやすくなるっていうパークですね。まあその分かなり、まあ自分に危険が及ぶんですけども、まあ味方をね救助するパークと。さあ直していきましょう。1人が追われている。まあやられたとしてもね、今回また全力で助けに行きますのでもう多分めちゃくちゃ激しいと思う。今回いつも激しいけど、いつも以上に激しい本当によし、助けに行こう。任しとけ、何度だって助けてやる。近づいておけ、もがいて。あーちょ、痛い。なんでキラーを殴るかね、なんでキラーを殴るかねもがいて、もがいて、頼む、もがいて。よーちょー、よーちょ、バカそう簡単に捕まるかよ。おじゃ、救助おけ。救助したけど全然見向きもしない。これがタゲ取りです。はい、先月かかってこいよ来ねえな、来ねえ。ダウンしていきます。あんな感じにね、突破パークで近づいてもがいてもらって、まあ俺の場合ね、攻撃食らいそうになったらデッドハードで回避しつつ、ライトで反撃。ちょっと待って、いやーそれ勘弁ナムいやー、内なる力あるんです。お願いします、ありがとう危ねえ、危なかったな。ギリギリのプレイしてんな俺な、ギリギリの橋渡ってるわあー、ネアちゃんも来た、ありがとう。助かったみたいだね、回復してもらいます、ありがとう。で、ネアちゃんの背中をスリ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 、ネアちゃんの背中から50円、150円、 OK。 残り3つ、ここもつけちゃおうか。地位恐怖症ついてますけど、3人で回復すると早くなりますね。よし、 OK。 残り2つ、発電機の位置はなるべく固まらないようにちょっと考えてやんないといけないね。ちょっと間に合んねえかな。そこに発電機がある。とにかくね、突破パーク持ってきた時はキラーの、まあ、場所に近寄って迅速効果を発動させると。ここはバレないように行きましょう。で、ここね、意外と草むら足音するから、近づいてきたと思ったら、まあ場所がちょっと危ないなと思っても動かない方がいいかもね。大丈夫か、助ける。オッケー、ちょっと離れよう。みんな食らってないので多分戻ってくるかもしれない。よし、回復してあげます。ここにも発電機あるのね。キラーはレイスだからね、なかなか見えないから周りはしっかり確認しましょう。はい、150円で、あ、そうだ、まあついでにお知らせですけども、もしかするとね、2月に、はいよ、2月にですね、皆さんに嬉しいお知らせができるかもしれません。ぜひお楽しみにしててください。まあ何かね、予想していただければ、コメント欄とかでもね、ぜひ予想してみてくださいね C 恐怖症発動。はい、50円、残り2つ、1人負傷中。ここ直しちゃいたいね。鐘が鳴った。おお、ちょー、ちょー、マジかあれだな、あれついてんな、あの信用範囲が消えるやつ。鐘が解除したら消えるんだっけか全然金鳴ったけど、なんない、潮になんないから違うとこいると思ったら俺のすぐ近くいたわ1回目左肩タイムいけるぞ。1人が負傷したら救助のチャンスですね。
追われてるな。じゃあめっちゃ遠回りするじゃん。そっちから来ればいいのに。ぐるーっと回ってきた。トリガー追われてるかな。ありがとう。きっとやり遂げるついてる。でもあの感じだとちょっと戻ってきそうなので少し離れて、あ、回復してくれますか。ちょっと来そうだけど早い。きっとやり遂げる。早いですね。ポジションチェンジ。ナイス。ありがとう。離れます。サンキュー。いやー、まずい。ここは一旦離れよう。離れます。まず回復しちゃいたい。担ぐ。あの人まだ2回目だよね。インザロッカーして10秒間待ちましょう。で助けに行きます。発電機は残り1つ。全員残ってるからうまい具合に行けばね。ネアちゃんがいる。見つかったかな。よっしゃ、ナイス。いいよ。いるね、奥いる。そこの発電機を修理しちゃいたい。この感じだともう一人の木村ゆいちゃんの方に行きそうだな。いる。やばい。バレてない、バレてない。あーだよね。行こう、近づこう。あ、まずいな。警戒してんな。警戒している。バレないように。まだだ。足跡が残ってるからいるのは分かってる。音を立てないように。バレたら離れます。バレたら離れる。ダウンしてる人かフックに吊るされてる人から基本的には離れましょう。なんでキラー追いかけてんだ。おい、なんでキラー。はい、ブーストー、ブーストしていく。さあ来い。離れます。いいよ。ダウンしてる人から引きつけてチェイスしつつ、そうするとね起こしやすいと思う。ほらねー。起こしてくれてありがとう。で、トーテム、ちょっとトーテム壊してちょっと回復しちゃいたいな。さあ残り1つ。負傷してる人は俺を含め2人。奥にいる。あー、まずいー、まずいですね。回復しちゃいたい。まだ大丈夫？まだ大丈夫だよな。あ、ダメか。もう終わりか。終わりだな。ここも壊したんだよね。ちょっとインザロッカーします。あ、ついた。ナイス。ゲート確認。そことそこね。あー、ここまずいなー。ここ場所悪いなー。来そう。来そうなので、ちょっと待機します。来た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 だろうな。よそ済みだ。確認している。反対側のゲートも確認しに行ってる。木村ゆいちゃんね、結構うめき声がね響くから安全確認してから行きましょう。で、安全そうであればあっち側のゲート。一人食らった。行きます。一人食らったなら俺が開ける。上げていく。できればね、皆さんの回復してからねゲートは開けてみましょう。俺は一気に行く。オープンエスケープ。クロちゃん来た。オブセッションマークは揺れなくなったな。来そうだな。いいよ、ゲートは俺に任せろ。確認。はい、来たね。よっしゃー。そんな簡単に捕まるかよ。ナイスナイスガマ。オッケー。よっしゃ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 。レイスお疲れさん。アイボリー午前月マックス。やった、バッチリ決まった。作戦通り。いやちょっと今回はもうかなりかなり攻撃的だったね。もうマジで俺がキラーなんじゃないかなって思ったでしょみんな。
いやー、今回もこんな感じですね。突破パークをうまく使って味方をね救助すると同時にキラーがね攻撃してきたらデッドハードでかわしつつライトで反撃する。もう木村ゆいちゃんの逆襲だよもうサバイバーの逆襲。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトを実況していきますのでぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。サバイバー木村ゆい、私キラーに転職します。